斎藤佑樹、1988年6月6日隊は、群馬県太田市出身のプロ野球選手、投手。右投げ右打ち。北海道日本ハムファイターズに所属。群馬県太田市出身、東京都に存在する早稲田実業高校を卒業しているため、一時期、斎藤自身が東京出身と称していたこともあるが、誤りである。漫画、マヨルを愛読し、太田市立生品小学校在籍中は、地元学童野球チーム、生品チャンピオンズに1年次から在籍し主将を務める。太田市立生品中学校では、軟式野球部に所属。群馬県大会では、準優勝、関東大会ではベスト8まで進み、地元紙、工芸新聞に取り上げられる。オーバースローから投げる平均球速約時速 139km、プロでの最速時速 147km のストレートとスライダー、フォークボール、ツーシーム、カットボールを軸とし、稀にチェンジアップやカーブを混ぜる投球を見せる。打球がゴロになりやすい投球で2012年には全打球の半分以上をゴロにしている。アマチュア時代の経験が感覚を研ぎ澄ませてくれたと言い、ボールをリリースする直前に打たれると思った瞬間、身体が反射的に反応してボール球を投げる危険察知能力を強みとし、2012年は得点圏での被打率が低かった。2012年にはストレートの空振り率が 2% と1軍では最低レベルの数値を記録した球威不足のため、初球のストライク率が低いボール先行の投球なり、2014年まで通算予試球率 3.54 と制球に苦しんでいる。大学時代は自己最速時速 150km を記録し、投球の半分近くを低めに集める制球力を武器としてきた。大きな注目を集めるきっかけとなった高校時代の投球は、当時の日本プロ野球を代表する投手だった。松坂大輔から考えて投げているのがわかる。プロでもあそこまでイメージして投げている投手はなかなかいないんじゃないですかと評され、同じく当時のメジャーリーグを代表する左腕投手だったヨハン・サンタナからは変化球がいいね。打者へのアプローチが違う。すごい。いつの日かこっちでプレーするのを見たいねと評された。上述の高校3年夏の甲子園の決勝戦だけでなく、同年の西東京予選の決勝戦でも221球投げており、最終イニングとなった11回表には時速 149km を記録した。また、大学4年間で故障や病気で離脱したことはなく、練習を休んだこともなかった。高校2年までは、被安打や味方の失策からマウンド上で感情を表に出すこともあったが、早稲田実業野球部の OB から、投手が、マウンド上で怒って何か得をするのかと言われ、以来あまり表情を変えないようにしている。また、高校2年春の甲子園で打ち込まれたことをきっかけに、早稲田大学の先輩である佐竹勲年を参考に膝を折り曲げて腰の位置を強制的に落とす投球、無に改造したことで球質が向上した。フォーム改造に一役買ったのは宮本健。当時早稲田大学野球部主将、後にプロでチームメイトになったの助言であるという。打者としては高校3年時の甲子園大会で6番打者を務め、甲子園通算2本塁打を記録。大学時代では通算1本塁打を記録。家族は父、母、兄、祖母がいる。父はかつて群馬県立前橋工業高校や富士重工業、硬式野球部に所属し、野球の練習に厳しかったという。3歳違いの兄は、群馬県立桐生高校の一番打者として、県大会ベスト4に進出している。早日入学当初、群馬県太田市の実家から約2時間かけて通学していたが、後に東京在住だった兄とアパートで2人暮らしを始めた。高校卒業まで兄から食事など、生活全般の面倒を見られていた。大学では入学時から野球部の安倍寮に居住。趣味は釣り。実家に帰った時には渓流釣りを楽しむ。好きな武将は織田信長であり、好きなアイドルは乃木坂46の白石麻衣である。父親の所属や出身地、富士重工のお膝元もあって、スバルの車をベンツより、ポルシェより、いつかスバル車に乗りたいというほど愛好し、2013年2月には、フリーペーパー R25 市場のスバの広告に登場した。2014年には、北海道スバルの CM に出演を果たした。目標とする投手には、富士重工業硬式野球部に在籍した安倍次男を挙げている。憧れの投手には2013年から日本ハムの投手コーチに就任した黒木智弘を挙げ、中学時代には黒木の現役時代の背番号54の入ったハンカチを使用していたという。ファンやマスコミからの愛称の一つである、ゆうちゃんは、日米親善高校野球の際に監督を務めた泉実が選手同士の交流を図るため互いに名字で呼ぶことを禁止したことから、駒大苫小牧高校の田中将大と、ゆうちゃん、まーくんと呼び合っていることが、本人たちの口から語られたのがきっかけとなった。プロ入り後、田中については、いつか追いついて追い越したいと思っている。勝負は今だけじゃないんだって。心のどこかで思っている。24歳、25歳の現時点では、ピッチャーとして、マー君の方が上です。でも、30歳になったら、40歳になったらどうかということは誰にもわからない。そのための大学4年間だったと思っています。そこには僕、結構自信を持ってるんですと語っている。2016年11月22日、同僚の有原康平と車で移動中、横転事故現場に遭遇して人命救助を行い、これにより事故車に乗っていた男性は軽傷に止まった。2006年夏の甲子園大会で早稲田実業が勝ち進むにつれて、斎藤の端正なルックスと試合中にマウンド上で丁寧に畳んだ青いハンカチで顔の汗を拭く姿が話題となり、ハンカチ王子と呼ばれるようになる。この愛称はマスコミによって一気に広まり、早稲田実業にはこのハンカチに関する問い合わせが殺到し、ヤフーオークションでは定価400円の同じ種類ハンカチに対し、一時的に1万円を超える値がついた。百貨店ではハンカチの売り上げが急増し、ジャスダックに上場するハンカチメーカー、川辺の株が値上がりした。後にそのハンカチは西尾株式会社が製造、販売していたギウゼッペ・フラソン。ジョゼッペ・フラッソンというブランドのものだと判明したが、その時はすでに販売が終了していたため、その後に、塩はサンリオとタイアップし、幸せの青いハンカチと銘打って、ハローキティの顔をあしらった青いハンカチを販売し、約65万枚、約3億円を売り上げた。この大会の総日の試合の平均視聴率、NHK は3回戦 12.7%、準決勝戦 18.1% と徐々に数字を上げ、決勝戦は1990年代以降で最高の 29.1%、瞬間最高視聴率は 37.1% を記録。翌日の決勝再試合も平日にもかかわらず 23.8%、瞬間最高視聴率 30.4% を記録。注目を集めたこの大会で、優勝投手となった斎藤は連日マスコミに大きく取り上げられ、大会終了後の日米大学野球選手権大会の選抜メンバーに選ばれ渡米すると、同大会の模様が連日報道され、試合も生中継された。帰国の際には関西国際空港に約600人のファンが集まった。また、高校卒業後の進路についての報道が過熱していたことから、9月11日に進路に関する記者会見が開かれた。会場となった早稲田実業高等学校のホールには150人以上の報道陣が集まり、テレビでも生中継された。9月30日から開催されたの自虐国体では、開催前から野球会場があった兵庫県高砂市に、斎藤の出場に関する問い合わせが集まり、早稲田実業学校の試合には連日観客が殺到、試合前日から徹夜組による長蛇の列ができた。試合当日には観客に怪我人が出る騒ぎとなり、入場制限が行われるなど、厳戒態勢の下での試合とな。この大会に使用された高砂野球場は、翌年の2007年に、斎藤の愛称にちなんで、ハンカチメモリアルスタジアムという愛称が付与された。現在は撤回されている。日刊スポーツ出版社発行の輝け甲子園の星など斎藤を扱った野球雑誌の売り上げが急激に伸び、週刊女性などの女性週刊誌の表紙を飾った。また、斎藤単独の写真集が発売され、斎藤モデルにした曲、青いハンカチ、君がくれた夏の日からの CD が発売された。ハンカチ王子という愛称は2006年の新語・流行語大賞のトップ10に入った。ただ、この受賞が日本学生野球憲章のアマチュア規定に抵触する恐れがあったため、言葉だけを表彰し、斎藤の表彰式出席は見送られた。また、伊藤忠商事をはじめとして、複数の企業から特許庁へ商標出願がなされた。翌年注目を集めたゴルファーの石川遼には、はにかみ王子という賞が付けられ、新語・流行語大賞を受賞している。2007年、斎藤が早稲田大学に進学し野球部に入部したことで、東京6大学野球が注目され、斎藤が登板する試合を中心に大きく扱われるようになる。この年から日本テレビが放映権を取得し地上波で東京6大学野球中継が放送されることになった。この年の春季リーグ戦は、斎藤の開幕登板が予想されたことからチケットを求める問い合わせが殺到し、史上初めてチケットピアでの入場券前売りが実施された。4月14日の開幕戦は前年春の4倍となる約18,000人が詰めかけ、4月29日に先発した法政大学との第2戦では約28,000人を動員し、早慶戦以外では、以来の20,000人超えとなった。この日の夜に、同じ明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、巨人戦の観客動員は 29,654 人で、東京6大学野球の観客数が、プロ野球の試合に差する結果となった。この試合で、従来早慶戦以外では開放されない通称、三角内野、第2内野席が開放された。早稲田大学の優勝が決まった6月3日の早慶戦の第2戦では、約36,000人の観衆が集まり立ち見が出るほどの超満員となった。満員になったのは1997年春の早慶戦以来10年ぶり。この観客数は当日行われたプロ野球交流戦の6試合中5試合を上回り、北海道日本ハムファイターズ対阪神タイガース。札幌ドームに次ぐ動員数となった。この試合の平均視聴率は NHK と日本テレビ合わせて 14.3% を記録。この春季リーグ戦の早稲田大学戦に訪れた観客の総数は11試合で約22万8,000人、1試合平均27,727人集まり、前年度に比べ3倍近くに膨れ上がった。2008年から史上初めて東京6大学野球のカレンダーとベースボールカードが発売されることとなった。2010年、斎藤が大学4年になり、プロ野球ドラフト会議が近づくにつれて、再び多くの注目を集めるようになる。10月28日に開催された同会議は TBS テレビが全国ネットで生中継し、夕方の時間帯にもかかわらず平均視聴率 14.4% を記録。この年のペナントレースの最高視聴率が 14.3%、4月24日の巨人対広島東洋カープ戦、NHK で、それをも上回る視聴率となった。瞬間最高視聴率は、斎藤の交渉権を引き当てた、日本ハム球団社長、当時の藤井純一のインタビュー中で 17.2%。2007年の中田翔に続き、斎藤を引き当てた藤井にあやかり、その後、ゴッドハンドグッズが発売された。11月3日の早慶優勝決定戦は、明治神宮野球場の収容人数 35,650 人に、対し立ち見席が用意され、チケット販売枚数が 36,000 枚になり20年ぶりに完売となった。これによりマスコミ関係者には、東京六大学野球連盟から大入り袋が配られた。NHK 総合によるテレビ中継は平均視聴率 12.1%、瞬間最高視聴率は 16.2% を記録。勝利投手となり、ヒーローインタビューの場で、最後に一つだけ言わせてくださいと切り出し、いろんな人から、斎藤は何か持ってると言われ続けてきました。今日、何を持っているのか確信しました。それは、仲間ですと語った。この発言が話題を集め、その年の新語・流行語大賞の選考委員特別賞を受賞。2006年のハンカチ王子に引き続き2度目の受賞で、これは野球界において史上初。11月4日の記者会見当日に、ニュースウォッチ Q、NHK、報道ステーション、テレビ朝日、ニュースゼロ、日本テレビ放送網、ニュース 23X、TBS テレビ、スポルト、フジテレビジョン、以上、出演順に生中継で出演した。11月6日に放送された S1、TBS テレビに出演した当時早稲田大学野球部監督の大竹篤史郎が、斎藤の入学時に熱狂的なファンの一部による、盗撮や寮の部屋の木といった行動があったことを明かした。12月9日の札幌ドームでの単独入団会見には、平日にもかかわらず、約8000人のファンが駆けつけた2003年の新庄剛志の入団会見は約2000人。この模様は情報ライブミヤネや読売テレビで全国ネット制中継され、北海道の民放5局と NHK、衛星放送のガオラでも生中継された。新人選手の単独入団会見は球団史上初。2011年1月11日、千葉県鎌ケ谷市の合宿所、イサム少寮に入寮する際、約500人のファンや報道陣が集まり、その様子がワイドショーで生中継された。ファイターズスタジアムでの自主トレの期間はスタジアムに連日約2000人ものファンが押し寄せ、史上初めて観客席が開放された。さらに1月16日に行われた新入団選手歓迎式典、交流会では、スタジアム史上最高の約1万1000人、前年は512人のファンが集まり、上空には取材ヘリが8機飛ぶ中、入団記念グッズ、T シャツ、フェイスタオル、ストラップが発売され販売開始、約1時間で完売。球場のある鎌ケ谷市には大きな経済効果がもたらされ、テレビ報道による同市の PR としては約160億円の広告効果があった。2月1日から沖縄県名護市で行われた春季キャンプにも、那覇空港に2000人以上が出迎え、キャンプ初日には400人以上の報道陣が集まり、その一挙手一投足が連日マスコミで報道された。このキャンプ期間中に、名護市のキャンプ地を訪れた観客数は、計 27,150 人と、前年の 11,550 人の2倍以上になった。名護には、多くの野球解説者が訪れ厳しい評価も寄せられたが、最も辛辣だったのは、早大の大先輩、広岡達郎で、週刊新潮に踏み出した左足が突っ張るフォームが致命的で一生もできないと、こき下ろした。広岡が主導しようとしたら、斎藤が拒否し、広岡が激怒した。4月17日のプロ初登板、初先発試合、ロッテ戦。札幌ドームは放送権利をもともと北海道テレビ放送が持っていたことからキー局のテレビ朝日が当初放送予定だった番組を急遽中止し、スタッフを緊急制中継として斎藤の投球回を中心にローカル枠で放送した。デーゲームにもかかわらず、この試合の北海道地区における平均視聴率は 29.4%、瞬間最高視聴率 37.0% を記録。中継した北海道テレビのレギュラーシーズンの野球放送としては史上最高の視聴率を記録した。9月10日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、日本製紙クリネックススタジアム宮城では2006年の夏の甲子園決勝以来となる田中将大との対決が実現し、チケットは前売りのみで完売。両投手とも完投し、4対1で楽天が勝利。斎藤はこの試合で初完投を記録。この試合は、ジョージア魂少年間大賞に選出された、受賞は、田中将大。2012年3月30日、自身初の開幕投手をプロ初完投勝利で飾った試合、埼玉西武ライオンズ戦、札幌ドームの中継、札幌テレビ放送において、平均視聴率 31.6% を記録。それまでの最高記録だった2011年の斎藤が、プロ初登板した試合中継、上記の 29.4% を上回り、北海道うちの球団公式戦中継で最高記録を更新。瞬間最高視聴率は 39.4%。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。